今回は国営ひたち海浜公園にネモフィラを見に行ってきました。国営ひたち海浜公園は茨城県にある国営公園で、広大な丘一面に咲き誇るネモフィラが見られるスポットとして有名です。青の絶景として全国にもその名が知れ渡り、シーズンともなれば各地から観光客がたくさん訪れる場所になっています。 SNS 映え間違いなしです。国営ひたち海浜公園は東京から約2時間で行ける場所なんです。東京から茨城県となると、そんな早く着くの？と思うかもしれませんが、東京駅八重洲南口から高速バスが出ていて、海浜公園西口まで約2時間なんです。それ以外にも電車やバスなどの公共交通機関を乗り継いでアクセスすることも可能です。国営ひたち海浜公園の営業時間は9時半から17時で、季節によって異なるようです。休園日は火曜日となっています。しかし春季の3月26日から5月31日、夏季の7月21日から8月31日まで、秋季の10月1日から10月31日まで、冬季の12月25日から30日および1月2日から7日までは毎日開園しています。これは人気のシーズンだからこそ休まず営業しているということなんでしょうね。入園料は高校生以上の大人は450円で、遊園地のアトラクション、レンタルサイクルや周遊トレインなどは別途料金が必要とのことです。春のネモフィラ、秋のコキアの見頃の時期は季節料金350円が加算されます。期間は花の生育状態などによって決まるため、事前に公式ウェブサイトなどで確認していくといいと思います。国営ひたち海浜公園はネモフィラやコキアが人気です。国営ひたち海浜公園に咲き誇るネモフィラの花畑は、一度は見てみたい絶景として有名で、ネモフィラの見頃は4月中旬から5月上旬です。私は2023年のゴールデンウィーク後半に行ったのですが、ピークは過ぎていると感じました。ゴールデンウィークが始まる前に行った方が満開のネモフィラを見ることができるかもしれません。国営ひたち海浜公園のネモフィラは、丘一面にネモフィラの花が広がる様が美しく、 CNN の日本の美しい風景31選にも選ばれた絶景なんです。見晴らしの丘が青一色になる絶景を一度見に行ってみてはいかがでしょうか。国営ひたち海浜公園の情報によれば、ネモフィラは例年の4月初旬に咲き始め、4月中旬に差し掛かると七分咲きとなり、見頃を迎える5月の上旬頃までには、辺り一面青一色の景色を楽しめるとなっています。ただし気候により多少の見頃の時期が前後することもあるとのことでした。最新の開花予想や開花状況などは公式ウェブサイトで確認していくといいと思います。ネモフィラにちなんだお土産やグルメもあります。園内ではネモフィラの青にちなんだグッズやスイーツなどが販売されています。青いネモフィラカレーやネモフィラの花の形をかたどったクッキー、ソフトクリームなど様々なお土産やグルメが充実していました。ご当地の屋台もあったりして、お祭り感があって楽しめました。日立海浜公園のネモフィラと同じくらい人気の
コキアの見頃は紅葉シーズンの10月中旬です。国営ひたち海浜公園のコキアはネモフィラの時期が終わると見晴らしの丘にはコキアの苗が植えられます。コキアは別名ホウキソウと呼ばれるユーラシア大陸原産の植物なんです。夏にはライムグリーンの丸いフォルムを秋が近づき紅葉し始めると緑から赤のグラデーションを楽しめるらしいです。そして秋が深まると赤く色づいたコキアが丘を真っ赤に染め上げる絶景が眺められるそうです。また10月下旬頃コキアの色が徐々に抜けて黄金色になる景色も見ものらしいです。コキアの色の変化、緑藻8月中旬から9月下旬、グラデーション10月上旬、紅葉10月中旬、グラデーション10月下旬、黄金10月下旬から11月初旬。園内の各所には花畑があり、ネモフィラやコキア以外にも季節の草花を楽しめるようになっています。春は水仙やチューリップ、夏はジニア、秋はコスモスなどが咲き誇り、多くの観光客が訪れます。私からすると夏はジニアではなく夏はロッキンでしょってなります。ネモフィラ以外も国営ひたち海浜公園の見どころはたくさんあります。国営ひたち海浜公園は東京ドーム約46個がすっぽり収まる開園面積約215ヘクタールの広大な広さを誇っているんです。そしてこの広大な土地が7つのエリアに分けられています。1、見晴らしエリア。ネモフィラを見られる見晴らしの丘があるのがこのエリアです。丘のふもとには古民家などがあり、日本農村風景を味わうことができます。2020年にはネモフィラ畑の敷地が拡大され、ネモフィラの数が約450万本から約530万本になりました。3つある頂上の全てがネモフィラで覆われているため、空と続いているような美しい風景が楽しめます。2、プレジャーガーデンエリア。このエリアには大観覧車やジェットコースターのある遊園地プレジャーガーデンや約120品種3400株のバラが咲き誇る上陸ローズガーデンがあります。プレジャーガーデン内の中央サイクルセンターで自転車を借り、園内やエリア内を巡ってみてはいかがでしょうか。また BMX のコースでは無料で専用自転車やプロテクターを借りることができるようです。3、樹林エリア。エリア内にはひたちなか自然の森や沢田遊水地などがあり、林の中を散策しながら自然観察を楽しめます。4、草原エリア。大草原や林間アスレチック広場、バーベキュー広場などがあります。全27ホールのコースが整備されたディスクゴルフコースは広大な公園ならでは。ディスクの貸し出しも無料なので気軽に楽しめます。5、砂丘エリア。海の絶景を楽しめる砂丘エリアは、海風を感じながらの散策やトレイルランニングにぴったりです。また太平洋を望むガラス張りのカフェシーサイドカフェでお茶をしたり、海浜口サイクルセンターで自転車をレンタルしてサイクリングを楽しんだりと、海を近くに感じられるスポットやアクティビティもあります。6、西口エリア。
約1万人を収容できる水のガーデンやカフェテラス記念の森レストハウスなどがある西口エリア。こちらにある西口サイクルセンターでも自転車をレンタルできます。7. 南口エリア。エリア内の泉の広場フラワーガーデンでは夏になると様々な品種のひまわりを楽しめます。また11月上旬からはレンガ色に変化するメタセコイアの並木道がおすすめです。このエリアにも南口サイクルセンターがあり、自転車で移動ができます。広大な園内を移動する手段はレンタルサイクルのほか、1周約40分で園内を巡るシーサイドトレインもあります。こちらは乗り降り自由で1日乗り放題。まだ自転車に乗れないお子様もいるご家族連れにはおすすめとなっています。国営ひたち海浜公園は東京ドーム約46個がすっぽり収まる開園面積約215ヘクタールの広大な広さだからこそ、いろいろなところでレンタルサイクルがあるんですね。自転車に乗って効率よく回るもよし、歩いてまったり堪能するもよし、シーサイドトレインに乗って景色を楽しむもよし、いろんな楽しみ方ができますね。広すぎて1日で全て回ろうと思うと徒歩だとかなりしんどいと思います。四季折々で素敵な姿を見せてくれる国営ひたち海浜公園、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。